こちらは韓国中部のテジョンで3月29日ドライブレコーダーが捉えた映像です交差点に差し掛かったところで2台前を走る黒い乗用車がスピードを緩めずにそのまま門に突っ込みますすると次の瞬間門は一瞬のうちに崩れ去りました 韓国メディアによりますと、この事故でドライバーと同乗者、それに歩行者の合わせて3人が軽い怪我をしたということです。車は韓国のヒュンダイ製で、警察は70代の女性ドライバーが運転操作を誤ったとみて調べています。崩れた門は公園の正門として使われていました。